112パウンド、カドエビ宝石、小林浩二。チャンピオンの小林浩二が紹介されました。本コーナー挑戦者、世界フライ級1位、111パウンド、メキシコ、ガブリエル・ペルナル。メキシコ世界フライ級1位のガブリエル・ベルナルです。そして今日のレフリーはトニー・ペレスさん。このトニー・ペレスさんは具志堅丸加納戦、トモリ・サパタ戦に続いて3回目の来日です。3人のジャッジですが、チャック・ハセット、トニー・カステラノ、ハリー・ギブス、この3人のジャッジで採点します。レフリーは採点には加わりません。さあ、これから試合開始の鐘が鳴ります。今試合開始の鐘が鳴りました。綺麗にグローブを合わせましたチャンピオンの小林浩二、そして挑戦者のガブリエル・ベルナル、ともにご覧のようにサウスポーです。小林の身長が173センチ、ガブリエル・ベルナルは160センチ、身長差で13センチあるんですが、野村さん、リーチが意外に違わないんですよね。そうですね、はい。フィリピンの選手もそうですけど、メキシコの選手もそうですけども、はい、その上背から見るとそのリーチがね、非常にその長いんですね、はい。予備検診で測りましたところ、小林のリーチが172センチ、一方のガブリエル・ベルナルの方は169センチと、リーチの差は3センチです。何もしてないけどな。軽く右を出します、チャンピオンの小林浩二。今小林を追ってますけどね、はい、そのリラックスしてね、その打つということかね、そのリラックスするということをね、頭に入れた方がいいですね。そうですか。それと注意しなきゃいけないのは、絶対そのロープを背負わないということですね、はい。常にそのリングの中央で戦うということと、はい、もう一つそのクリンチね、クリンチするとただそのスタミナを消耗しますから、はい、その点をその十分注意して戦うことですね。第1ラウンドは共に相手の動きを見ようというところでしょうか。まだパンチの激しい応酬はありません。どちらかというとあれですね、はい、挑戦者の方が見てますね。ああ、そうですか。小林の方がちょっと仕掛けてますね。あ、はい。お互いにその様子伺いっていうようなね、感じですね。はい。じわじわっと前へ出ていきます。チャンピオンの小林浩二、右のフックレスボディーブロー。挑戦者こうやって見てますけどね、はい、いつ前に出てくるかですね、はい。今のところは小林の方が前に出ています。そうですね、追ってますね。この出るのもね、この右ジャブを出しながら出て追ってるからいいんですね。あーはーはー、はい、左が外されました。右が当たりました。チャンピオンの小林です。挑戦者のベルナルも、はい、相当その小林のですね、左ストレートはその警戒してますね、はいはい。やっぱり小林はそのリーチがありますからね、スピードとそのストレート攻撃でね、はい、戦うのが一番いいと思いますけどね。右のジャブは外しています。ガブリエル・ベルナル、第1ラウンド残り時間ほとんどなくなりました。左のボディーブロー、小林です。ここで第1ラウンドの鐘が鳴りました。第1ラウンド沼津さんの採点は10対10と差がつきません。チャンピオンの小林浩二はこれまで25戦して21勝 15KO1 敗3引き分け、 KO 率は7割1分4厘です。昭和32年の8月27日生まれ、26歳です。東京葛飾柴又の隣鎌倉に生まれました。第4ラウンドに入りました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、第1ラウンド沼津さんの採点は10対10と差がついていません。右から左です。小林今外しています。ベルナルボディーブローです。
石松さん、はい、このベルナルという選手はですね、はい、非常にボディーブローがうまいというふうに聞いてるんですがね。そうですね。どうですか、ご覧になって。腕からですね、顔面に返すフックもいいですね、はあ、ですから小林はですね、右ジャブを絶対忘れちゃいかんですね、はあ、はい、そうしますと必ず伝統の左ストレートが当たりますからね。そうですか、はい、左に回ります。小林、そうですね、右 の, そのリードブローから相手が入ってきたところを、ね、はい、ショートの左ストレートが、ね、一番その小林にとっては理想的な戦法です。小林の顔面が捉えました。挑戦者の左フック、今のは気をつけないといけないですね。効いたんですね、はい、ちょっと足に来てますね小林。あ、足を使わないとダメですね、この場合は、はい、一瞬立ち寄りました。公開練習でも見てたんですけど、はい、相手が右打つところね、はいはい、左をその相打ちですね、相打ちを盛んに狙ってみたんですからね、まあ、そのパンチがそのベルナル命中したって感じますね、はい、まあ、小林がですね、その格闘衛戦のプレッシャーがないといいんですがね、プレッシャーないってことはないですね。そうですか。かなりやはりその初防衛戦で、はい、今過去5人ね、初防衛戦でそのプライ級のチャンピオンが敗れることで、聞いてますよ、意識してるんじゃないですかね。また左の服が当たった、今度は右服、足を使わないためですね、足を。小林ベンチ打ち合い避けて、打ち合い避けて動かなきゃいけないですね、はい、やってきますね。チャンピオン危ない、小林が足が踏まついている、もう一点取っている小林、小林危ない、左服、挑戦者の左服、足を使わないためですね、強烈なパンチです。まあ足を使うか、ちょっと腰を落とした小林、ダウン、ダウンです。頭から飲み込むようにダウンしました小林。おお、これはちょっと足に来てますね、足に来てますね。しかしかろうじて立ち上がったらどうでしょうか。まあできればですね、クリンチも技術のうちですから、はい、クリンチで逃れるのが一番ですけどね。さあ、はい、挑戦者がラッシュ、小林足元がまだふらついている、小林さん、これはちょっと立てないでしょう、どうでしょうか。立てないですね、これは完全に足に来てますからね、無理です。小林立てません、ノックアウトで敗れました。2ラウンドにチャンピオンになって2ラウンドで敗れた小林。いやー沼さん、はい、これはこんなに早い KO 負けがあるとは思いませんでしたね。そうですね、まあこちらも予想していないね、はい、あれだったんですけども、ベルナルの、左のですね、相打ちのパンチがね、一番で効いたですね、あれが致命傷ですね。最初のあの左フックですね、はい、あの時一瞬ですね、小林がガクリッとしたんですけどもね、足引っ張るんですけどね、左フック一発でね、はい、効いちゃいましたね。あ、とにかくまだ初防衛の緊張感が取れないうちにね、はい、何がなんだか分かんないうちにパンチをもらっちゃったんですね。ですからもう少しね、はい、足を使って自分のそのペースですか、はい、自分のボクシングを思い出すとよかったんですけどね。1ラウンド目からその強気なねボクシングにしてきたんですからね。2ラウンド2分37秒でした。挑戦者のガブリエル・ベルナルがチャンピオンの小林浩二を見事に2ラウンドでノックアウトしました。今その新チャンピオンになりましたガブリエル・ベルナルに日刊スポーツ新聞社堀井取締役、そしてテレビ朝日今井スポーツ局長から勝利者賞が贈られます。まあしかし石松さん、はい、まあ、戦国のフライ級時代と言われましたね、はい、このところチャンピオンがですね、うん、その5人続けてですね、はい、初防衛戦に失敗して負けている、はい、小林がそれにストップをかけるんだと、はい、いうことを盛んにです、はい、話してたんですが、あったんですけどね、とにかく僕の場合もそうだったんですけどね、はい、初防衛っていうのはね、絶対に勝たなくちゃいかんというね、もう何とも言えないその重圧といったプレッシャーがね、はい、のしかかってるんですよ。それでね、大体一汗かき終わるまでですね、はい、何がなんだか分かんないで試合をしてるんですよね、ですからそういう感じで初防衛というのはなかなか難しいんですね、防衛戦というの、その防衛をしちゃいますと、はい、なんとなく流れに乗ってね、2度3度と防衛できるんですよね。まあ、残念そうな小林です。涙ぐんでますね、やはりね。そうですね、まあ、小林自身もですね、はい、世界チャンピオンは1回でもやはりその防衛ね、したいというある気持ちはあったんですけどね、はい、誠に残念です、はい。それではこの後お知らせを挟んでもう一度 KO ラウンドをご覧いただきたいと思います。
まあ、今あこの勝ちましたベルナルの表情が映っておりますけれどもね、まあ、しかしですねベルナル本人もこんなに早く肩がつくとは思ってない。